ラマテッシーです。お世話になります。ジャストオブリード続きをプレイいたします。ミルトンの町ですね、ここをこの町の探索から入ります。ここミルトンはラピスラズリの司祭が住む町じゃよ。とは言ってもラピスラズリの司祭はだいたい教会を持たずひっそりと伝えられているのでな。どこにおるかはわしにもわからんのじゃよ。ほほはあ。ミルトンの村で遊べるところといえば、まあミルトンバーくらいだな。なるほど、バーが一番いいところだと。いやー、最近はどこも不景気ですな。ここから西の方へ行くとダルビアという町があるんですが、物価が高くて生活もままならんそうですよ。なんかこの頃ラピスラズリのご加護が薄れたような気がするんだけど、ま気のせいよね。いやー素晴らしい、何かが起こっていると。今日も元気だ、お酒がうまい。お酒を飲むならミルトンバーここですかね。これからミルトンバーに行くの。あそこのお酒はすんごく美味しいからついつい飲みすぎちゃうのよね。なるほど、お楽しみは最後にとっておきましょう。で、井戸会員制地下クラブ夜のエニックス、会員以外お断りっていうね。そうそう、井戸ね、調べてたのがあるんですよ。会員制のクラブがあると。夜のエニックスですよ。もうスクエアとねまだ合併する前ですね。会員以外お断り。そうするとね、会員証っていうのが確かどっかで手に入るはずなんですよね。どこだ、ミルトンバーか。ここはまあ病院ですね。バーですね、おそらく。防具屋があります。銅の胸あて守護のロープ、かっこいい。そう、装備もね、部隊が3部隊に増えたんで、お金もね結構かかるようになってくるんですよね。銅の胸当てはね、できれば弓部隊、まあ、弓矢のね方に買ってあげたいかなと。この前化け物たちがな、ダルビアの町の方に向かってったぞ。みんなで隠れて見てたんだ。みんなで隠れて見てたんだ。あらららテッシーさん、私をグラチェスカで会ったニューハーフの私いましたね。どうした、あなたを追ってここまで来たのよ。もう話さない。怖っ、曲が。まあまあまあ、でもまあちょっと、まあちょっと案内してくださいよみたいな。あ、ここやどうやどうやか、ちょっと案内お願い。あ、でもそうか、こんだけなんだ。もう確かにミルトンバーぐらいしか楽しめるところはないかなと。じゃあ入りましょうか。え、来る来る一緒に。ああ、あ、ロランとオルロフ、もう居ついてる。さすが、この人が店長。ミルトンバーの酒はうまいでしょ。いや、まだ飲んでない。あんたミルトンまで来てここの酒を飲まないんじゃバカよ。あれ、ちょっと組合のちょっとニューハーフさん入ってます。あら、ちょっといい男じゃないの。この町にこんないい男いたの。いや、ちょっと来てるね、これね。ちょいとママさん、俺の方がいい男だろ。相手してくれよ。ママさん、ママさんもちょっと違うよね。オルロフとロラン、話聞いてみます。オルロフを疑っていたなんて、俺もどうかしていたんだ。そうよね、まあさらわれちゃったから仕方ないっすよ。オルロフ、許してくれ。ヒック、いや、酔っ払ってんのかい。酔っ払ってんのかい。
実はさらわれたティファも司祭の娘なのです。何？母親はこの町の司祭でしたが、ずいぶん前に死にました。それから私が面倒を見ていたのですが、いっ、いやいやいやそうそう、これを見てください。あの火事で失うわけにはいかなかったもの。ティファの家に伝わるラピスラウィックラピス、もとい、ティファの家に伝わるラピスラズルの指輪です。いや、お約束的なね、ギャグ要素も満載で、ティファちゃん、さらわれた司祭、さらわれた子も司祭の娘だったとね。なるほどね。で、まあ前回最後に見たオルロフの装備、これもティファの家系の、司祭の家系のいう由来のものだと、そういうことを教えてくれましたね。いや、冒険しつつね、2人も楽しんでて、よろしいよろしい。これな、会員制、いや会員証がね、どっかにあったはずなんですよ。ここさっき調べたか、ここ。いやー、なんかまあまあ会員証っていうの持ってて入れるんですけれども、まあそんなすごい大したものじゃないんですよね。いや、気になりますね、こことか。もしかしたらこの町じゃないかもわからんすね。閉じ込められた、やば。まあ、最悪ストリームでいけるから、よし、行こう。ういー、いやー、まあちょっとどっかで調べて調べましょうかね、どっかでね。どっかしらにあったはずなんですよね。まあそうね、そんなに大きな町じゃなかったなので、宿屋泊まりまして、泊まる、はい、行きましょうか。うわー、一緒に泊まったんか。まあまあまあ、いいや。銅の胸当て、エルクレニー、フォクナー、ウェルテル、サラ。いやー、 1,2,3,4,5,6,7、 オルロフはいいとして、テッシー部隊のどっちかかな。古びた鎧まだ装備してたんか。買ってあげよう、さすがに買ってあげよう。ちょっと時間かかっちゃいますんで、9個買えますね。ちょっと待って、銅の胸当て、多分弓矢部隊も装備できると思うんですよね。うん、大丈夫ですね。いや、これで装備できなかったらどうしようかと思って。あ、で、部隊が変わっても基本的に装備できるものは変わらないです。弓だったら弓全員装備できると。で、まあ全員もちろん弓矢の人は盾がもちろん装備できないという感じですね。これはどの部隊も一緒です。ちょっと革の鎧、これタイミングが買うだろうって言って下押しよし、大丈夫ですね。なので結構ね、使い回しとかもね、する場面がね、結構出てくるんですよね、最後の方とか。エルクは大丈夫。いやいや、マーレイ。よし、結構上がりましたね。銅の胸当て、守備力4、鷹が4、サレド4。ん？
どうの、あれウェルテル装備してた、大丈夫か。あーでもぴったりですね。いやー弓矢部隊がやっぱりなんやかんやで重要。もう一個変えるか。すいませんね、ちょっとここで、ちょっと次回のマップを50、結構高く売れますね。を見つつ、まあどうしましょうかね。進めていくかどうかちょっと悩んでまして、まあマップ一回見ましょう。化け物がダンビルの町へ行きましたと。おそらくだからダンビルの町は滅ぼされている可能性がありますね。結構やり込んだとは言っても、ところどころは忘れちゃってるんですよね。で本当はね、欲を言えばそのもう一回ね、前回のマップとかを一回だけね行ってお金を貯めたりとかもねしたいんですが、まあできるだけ早めにね進めていければと。隊長の服いいね、50ゴールド結構いいね。もう一個いけるな。隊長の服と古びた鎧が意外に高く売れたんで。テッシー隊長、それ売っちゃまずいっすよみたいな。これでまあ完璧だろ。完璧ではないけど、お金全部使って今持てるベストの状態ですね。よし、マップ見ましょう。わあすごい広い。あ、ここですか。うわー、なんかいい感じ。なんかシミュレーション RPG のマップって感じしません？だだっ広くて、で巣穴もないと。あ、一番いいとこですね。ここでお金稼ぐのがいいかな、レベル上げとかするんだったらね。よし、じゃあ次回ちょっと、今回まあ短い、まあ目的に沿ってっていうか、一回一回ね、なんていうか区切りをつけていきたいんで、今回そのミルトンの町の、探索だったんで、ミルトンの町が多分ストリームで入ってますね。はい、探索だったんでメリハリ持っていきたいと思いますので、次回このマップをクリアしまして、ここがダンビルの町ですかね、ダンビルの町に行きたいと思います。これもしかしてこの茶色がちょっとちっちゃめの町で、あの銀色がちょっと大きめの町なのかもしれない。ちょっとそこもね、今後楽しみにしていけたらと思います。はい、見ていただきましてありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。